GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフによる GM チャンネルです。今回担当するのは健太郎と宮子です。はい、はい、やっときました。リサがリサチーやったね。前回私は奇跡の引きを出して、いや本当あれやばいですよ、ね、あれ本当に、ね、それ以降2回ぐらいかな宮子ちゃんがやって私はそれを見て戦慄を覚えましたね。こんなに出ないんかと。いや本当ですよ、本当にあれ奇跡に等しいです。いやここで一番欲しいの時限ってなんか怖いんだよね。怖いですね。一応30レムンかな、うん、貯めたけど確かに本当に無償で楽しめない役ですからね、うん、やばいですよこれ。もう絶対来ると何となく来ると思ってたから、うん、じゃあもう行きますよ。はい行きましょう。いや怖いな。さあまず労働は長いですね。まあ俺はそんなにまだ持ってないからね。あー来てないな。黄色か発散確定ではあるけど、うん、リミちゃんかな。あ、リミちゃんだね。はい、うんうんうん、こっちじゃない。私は完璧なロゼリア推しだから。ポキパ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 。今のハロウィンのもの持ってなかったですね、うん、いやこれもう終わりかな。いや終わりっぽいね。あーちさとさんか。手を貸してほしいな。ああこの千里さんか。なるほどね。いやーこれこれは怖いな。お願い。きっと出る、きっと出る、きっと出る。リサチ早い、ちょっと早い。いや1枚だったら十分か。黄色でも来る可能性はありますからね。あーなんか今回怖いな。いやくもう来ると思わないと出ないです。そうだよね。来ますよ、絶対来ますよ。来て、リサチ。リサチ見事なぐらいのかぶりっぷりだな。あー、ゆめちゃん。あー、このゆめちゃんね、かわいいよね。うわラストお願い。本当、みやこちゃんみたいな引きお願いします。本当お願い。本当出てる。ちょっと長い。あー虹は出なかった。でもまだわかんない、まだわかんない、まだ生産まだわからない。いやこれ最後か。まあでもこれで通常のリサチが出たから、まあそうですね、まだね属性別とかでね出ることあるから。あとあれですね、今回あのイベント限定じゃなくて工場のやつなんで、うん、あのドリフェスで出る対象になる可能性もあります。 OK、 なのでそれで狙っていこう。今後は狙っていきましょう。はい、はい、皆さんはどうだったですか。はい、コメントもしね、はい、出たよっていうのあったらね、うん、書いてくださいね、はい、バンドリは厳しい。以上、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン